タンシュへはミャンマーの軍人、政治家、階級はミャンマー国軍最高の上級大将、同国の国家元首、国家平和発展評議会議長などを歴任した。1992年4月23日より、同国の軍事政権トップとして独裁的地位にあり、60歳の定年に達した時、終身国家元首に就任することが決定した。 2011年3月に国家元首の地位をテインセイン首相に国軍最高司令官をミガウンフライン将軍に渡したが引き続き大きな影響力を行使するとも言われた。しかし実際には元首退任後政治にはほぼ口出ししていないとも言われ、テインセインによると政界を引退して仏教信仰に励んでいるという。テインセインが改革派とされる一方、 タンシュエは保守派と称される。1933年2月2日、マンダ霊関区、チャウセイ軍のビルマ族家庭に生まれる。1951年に高等学校を卒業した後、1年間ほどメッティーラの郵便局員として勤務する。1953年にビルマ士官訓練校を卒業し、少位に任官され、ビルマ陸軍第一不評大隊に配属される。 1957年2月11日退位昇進。1958年には地方心理戦部隊所属中隊長に任命される。1963年からは中央政治学大学で教弁を取り、部長を務めた。その後、1966年に第101系不評大隊司令部第2作戦参謀。1970年に第1不評大隊長。 1975年に陸軍参謀本部作戦局第一作戦参謀にそれぞれ任命される。1977年からは第88不評師団副師団長、1980年からは同志団長を務める。その後1983年に任命された南西軍管区司令官を経て、1985年にビルマ国軍参謀次長に任命された。 SPDC が1988年の社会主義政権崩壊に対する反応として作られた特記端子へはその21人のメンバーのうちの一人として指名された。彼は議長となったそうマウンの片腕となり、その後、1992年4月23日に健康上の理由によるそうマウンの辞任に伴い、 国家法秩序回復評議会議長、国防省、国軍最高司令官として彼の後継者になる。彼がミャンマーの国家元首となった後に行ったことは、新憲法制定の指示、ミャンマーの東南アジア諸国連合への加盟などである。また、政治的な腐敗に対して大規模な粛清を行った。当初は民主主義運動家であるアウンサンスーチーに対する、 制限を緩め始め、1990年代の終わりに釈放したが、2003年には再び軟禁した。国民民主連盟など、アウンサンスー・チーラの民主化勢力には、妥協を示さない強硬派として知られる。表現の自由を弾圧し、政権に反対するジャーナリストを交流、監視している。米市ワシントンポスト発行の週刊誌、パレードが選ぶ。 世界最悪の独裁者の2008年度ランキングにて第3位に選ばれた。だが、政界に対しての好奇粛性などから国民の支持率は決して低くはないことが伺える。また、批判を許容しないとしばしばみなされているが、彼は国際赤十字委員会及びアムネスティ・インターナショナルを初めてミャンマーに入国させている。しかしながら、軍事政府は カレン族とシャン族の少数民族の迫害を継続した。彼はミャンマー北部のムスリムに対する抑制キャンペーンを行い、これにより算二25万人が難民としてバングラデシュへ逃れることを強いられた。彼は国営の新聞市場で祝日と式にメッセージを出すが、国内の報道には滅多に出ず、顔写真もミャンマー国内ではほとんど出回っていない。しかし、 国外の報道には頻繁に出ており、外交の表舞台においては、積極的に写真撮影も許可するほど、ミャンマー国外での露出度は高い。端ュでは、先制術の予測を彼の政策のうちのいくつかに取り入れているとされる。首都が2005年にヤンゴンからネピドーに移転した理由が、先制術の予測であったと強く噂されている。また、 ミャンマー連邦の国旗が別の先生術の予測に従って間もなく変更されるだろうとも言われていたが実際に2010年10月21日に国旗を変更した苦しい生活を強いられている国民が多い中で東京ドーム70個分もの大きさの国会議事堂の建設を命令建設にかかった費用はおよそ90億円また自身の娘の結婚式に 巨額な金を継ぎ込み、盛大に行った。端主への妻ドキアリングキアリングは、政治の上で重要な役割を果たしている。彼女は、収賄を行ったと噂されており、2004年に、公の増収は養殖に関係していたとされる。ありがとうございます。